鼻声ないよ割と。ありがとうございます。めっちゃ困ってます。これ鼻炎なんかな。なんか喉がなんかいつももうずっと喉がなんかイガイガ、なんかえへん虫がいて、鼻らへんがすごいずっともうそう積もってて、なんなんやろこの症状よくわからんけど治んない。風邪じゃないです。鼻水とかは全然出んのんじゃけどね。そうなんや。なんか痛いわけじゃないんだけどね、喉。そうそう、もうずっと悩まされてる。かぼちゃありがとうございます。あと耳、そう、なんか このトライアングルこのトライアングル、私なんかね常に調子悪いんですよそうなの。診察、そう、この中にお医者さんはいらっしゃいますか？ありがとうございます。なんかリオちゃんだ、リオちゃんがいるありがとう トライアングルセンターです。鼻の喉口耳、そうなの。耳鼻科、あのあれに悩まされてます。同じ症状の方はいらっしゃらないですかね、あのなんか耳管開放症みたいなやつ。自分の声が全然なんか詰まって聞こえないやつ、あれに悩まされるたびたび。ありがとうコウモリ。なんか耳がね、ある、なんかライブの前になったら最悪ってなる。そうだからもうこれはその日のなんかその日のね、あのもう何ですか、体調によるから、そう、まあ、治んないんです。ありがとう。悪かったらなんかちょっと寝ます。寝たら治るんですよ、あの横に なります。そう、もうやだ、うわっ、なんか話そうとしてたのに何だったっけ。あ、そうだ、出張公演が決まったんですよ。なんともちょっとギリギリな 発表なんですけども、はい、申し込みました、ありがとうございます。11月の5日土曜日で、そうなんですよ ギリギリだ、最近です。割ともうもう間近。そう、NMB 劇場。そうなんです。NMB さんがいつも使っている劇場に。そう。こんにちは、ありがとうございます。そう、なんか出張公演の日程が全然そう出てなかったんで、そうなんですよ。そしたらまさかの、なんだっけ、5日、は
初めてじゃない、2回目かな、2回目です。あのなんだっけ、何年前だっけな、何年前かに、そうめっちゃ久しぶりですね。楽しみ。全部の劇場行きますか？わかりません。ありがとう。うん。って感じです。はい。大阪なら日帰りだね。でもね、昼夜公演あります。2公演ありますので、はい。ぜひお待ちしてます。ありがとう。かわいい、ありがとう。急な発表？急な発表なんですよ。お姉ちゃんが言ってた。お姉ちゃんが急な発表すぎるわー。お姉ちゃんが言ってましたっけ。ありがとう。そう、みんな仕事のシフトとかどうしとるんやーって言ってました。出勤日はどうしとるんやーってすごい言ってました。お姉ちゃんが急やなーってアニキュー行くの？アニキューは来ないですね。ありがとうございます。なんかお姉ちゃんはなんかでもね、お姉ちゃんをねなんかライブでなんかお姉ちゃんライブ見に来てたよねみたいな、お姉ちゃん見たよみたいな言われることよくあるんですけど、なんかお姉ちゃんそんなに多分ライブ来てないんですよ。でも大きいあのグリーンアリーナとかは来てくれたんですけど、あんまりライブ自体にはそんなにあの頻繁にはやっぱ来れないので、なかなか、だからお姉ちゃん見たよって人は多分それお姉ちゃんじゃないんですよね。ありがとうございます。ちょ、お姉ちゃんをドッペルゲンガー、そもそもお姉ちゃんを多分ショールームでお姉ちゃん顔出しとかしてないんでお姉ちゃんお姉ちゃんじゃない、そうお姉ちゃんいろんなところに出没してるんですよ。お姉ちゃん一人です。勝手にイメージができてる。どんなイメージや。お姉ちゃんのイメージ。ありがとう。似てないの？え、わからん、もう自分じゃお姉ちゃんに似てるかどうか。
声で顔を想像する。いやもう想像力豊かすぎ。どんな想像力すごくない？声で顔を想像したら。マジか。声？お姉ちゃん声発さないよ多分ライブで。発してないよ来ても。まあでもね、本当にそうお姉ちゃん、そういなんかいろいろライブ行ってないので、はい、お姉ちゃんじゃありませんってことを言うとこ、お姉ちゃんじゃないですね。だし、多分お姉ちゃんも注目されすぎたら、うーってなっちゃうので、シューンってなっちゃうので。そうなんです。どうもありがとうございます。そう、よければそっとしておいてください。初見さんありがとうございます。中村舞です。マイケルにそっくりな人がいたら、この世にいっぱいいるかもしれない。なんか自分に似とる人はさ、この世に3人おるって言わん？この世に自分にそっくりな人は3人おるって言うけね。誰かに、私誰に似てるんだろう、分からん。マイキュー3人いるよこの世に。マイキューは3人はいないけど。なんか私もね、最初の頃はいろいろな人に似てるって言われたんですけど、今はそれがなくなりました。なんか誰に似てるとかあんま言われなくなったかも。だからコウモリありがとうございます。例えば、でもなんかね、自分からね、あんま言いたくないよね。なんか誰に似とるって。なんか恐れ多い。なんかもうすんません、似てしまって、みたいになるじゃん。なんか似てしまってても似とるかどうかもわからんけど、なんかそう、なんかちょっと自分から、なんか誰々さんに似てますってなんか言えんくない？そうそうね。そうなんよね。やけ。ちょっと、すいませんってなるので。そのなんか、マイキューオリジナルマイキューらしい。そういうチアオリジナル。
もう中村舞に似てます。中村舞です。花火ありがとうございます。可愛い顔ありがとうございます。この間ね、タクシーに乗った時にね、なんかね、考え事をしてたんですよ。で、あ、タクシー乗る前に考え事してて、タクシー拾わないといけなくて、道路のところにの近くのなんかこうところに待ってたんですよ。通らないかなって思いながら、で考え事もなおさらしてて、でね、あ、来たと思ってね、こうやってなんか無意識に手を挙げてたんですよね。でそしたら止まってくださったんですけどね、タクシー話、そう、なんかその時になんかね、なんかむせたんですよ。なんかちょうどなんか喉になんか喉がなんかうわーってなって、なんかむせたんですよね。でゲホゲホ言いながらタクシーの運転手さんに、でもその道路だったから素早くもう行き先を言わないといけなかったんですよ。なのにすっごいむせちゃって、そう、そしたら運転手さんがなんか、もう私がすごいもうイケメンだからむせたんですかみたいな、すごい言われてなんかそう言われたらちょっとなんて返したらいいか私分かんなくて、あみたいなみたいな、もうみたいな、すごい、もうすごい空気が生まれてしまってですね、本当ありがとうございます。そう、ずっとしかもそのタクシーのちょっとさ、なんか咳をするとさ申し訳ないって思ってしまう時代じゃないですか。なんかむせただけでも、だからさ、なんか申し訳なくてさ我慢してたんですけどね、運転手さんがすごいすごい、もうすごい言ってきて、私にゲホゲホ言いながら、元気だった。職業聞かれなかった。なんか その時に JK がいっぱいいたんですよ。外に JK がなんか歩いてて、すごい、そしたらその JK を見てなんかあ、なんかあなたもなんか何を見ても面白いと感じる年ぐらいですかとかって言われてでなんか JK だと思われて、でえ、で最初何言ってるかよく分かんなくて、ん？みたいな、ね、なんか JK、 なんかそう、学生の頃ってさ何でも面白いみたいな時期あるじゃないですか。もう何でも、もうなんかボールが転げても面白いみたいな、もう何があってもうなんかすごい全然面白くないことでも面白いみたいな時期あるじゃないですか。そういう時期かって言われてそう、箸が転んでも、え、そうなの、箸が転んでもとか言うん、もう適当にボールとか言ったけどそういう言い回しがあるんですか。そう、なんかそうで違います、なんか本当ですかみたいな、違いますって言ったら本当みたいな、お母さんとかさ親にちょっとはなんかえらい口聞いちゃう年頃なんじゃないみたいな言われて、いや違います、違います、23歳ですっていう会話をしました。反抗期、うん、反抗期かどうかわかんないですけど。
10代。いや、10代には見えんよ。ねえ。ねえ、もう、いい感じの大人になったもん。どう？いい感じの大人でしょ？服装次第？服装？ありがとうございます。22歳くらい。もう1歳しか変わらんじゃん。そんな変わらんのんじゃけど。ありがとう。大人よ。なんか大人エピソードないかな。自分大人だなって思った時。ブラックコーヒー。ブラックコーヒーでも実はブラックコーヒー大体よくメールでね、ブラックコーヒー飲みましたとかって送るんですけど、大体一口とか二口だけ飲んで砂糖とか入れるんですよ。なんでブラックコーヒー全部は飲んでないですね。いつもなんか飲んだ風に見せかけてるけど、本当はシロップとかめっちゃ入れてる。騙された？いやちょっと騙したつもりはないですよ。だって本当に一口は飲んでるもん。最初の一口は飲んでる。ほんと入れます。いやね、無理とかじゃないんですけど、やっぱりなんかクリーミーな甘いカフェオレ、まあ、コーヒーカフェオレにしたいじゃないですか。大人って思った？うん、いいですね、大人。わさび食べます。大人。わさび大好き。一人でお寿司に行けます。はい、大人。ドヤドヤドヤ、大人。ご飯系しかない。え、ちょっと待って、あとなんかあったかな。クレカ持ってる？え、私持ってるんですよ。なんとそれで買い物もできちゃうんですよ。まあ使わないんですけどね。もっとな。大人じゃろ。あ、私なんと貯金用の通帳も持ってるんですよ。大人。めっちゃ大人。大人。
大人でしょ。いくらですか。私いくらあるかは言わないんです。大人大人。お年玉あげてる？え、あげてない。あ、マイナスポイントこれ。私ね、でもちょっと言い訳するわ。私あんまいとことかがいないんですよね。親戚の人そんなにいなくて、そうだ。でなんか年上のいとこっていうんですかは何人かいたんですけど、そうだから、でもそのいとことももう最近全然会わないから。もらってる？え、もらってません。なんとお年玉もらってません。大人これは大人年下メンバーに、いや、お年玉あげてないです。だめちゃめちゃ多いじゃないですか、年下メンバー。でもなんかこう限られたメンバーだけにあげたらなんかちょっと、うーん、なんかやっぱりなんかあれ私もらってないってなる人もいるじゃないですか。でも全員にあげたらもうちょっと私破産するんで、そんな、うーん、勘弁してくださいよ。一人100円？一人100円あげたら全部でいくらだ？いやー本当にねー。え、お年玉って日本だけですか？外国にもあるのかな、お年玉っていう文化。日本だけなのかな。気持ちが大事。私の気持ち、お年玉だから。本当にありがとうございます。中国でもある。へえ、そうなん。高校生までのメンバー。兄貴とご飯会計はどっち持ち？これはですね、私はあの毎月あの家用の財布があるんですけど、そこに毎月決まった額を入れてお姉ちゃんと一緒に生活してるので、そっから生活費だったり外食行く時もそっからお金を出すので、あのどっちっていうことはないですね。あのその家族っていうか財布があります。そうそう、共用のお財布。ガチの大人これ。そうかいね、夫婦やん。姉妹です。お姉ちゃんとは全部割りで。そうだから、あの家賃も、あとはなんかいろいろもろもろ、そうですね、全部割りで。最近滞納言われない私最近すぐ払うからね、お金。そうよ、携帯代は割り割りじゃない、携帯代は自分で払う。
お姉ちゃんもお姉ちゃんで払う。全部割り割りしてます。そうよ、消耗品、それも全部生活費から出してます。姉ちゃんがめちゃめちゃちゃんとなんかいっぱいなんかつけてるんですよ、いくらみたいな。家計簿っていうんかな、積み立てニーサやってる？待って、私さ、なんかお金の話ガチで意味わからんくてね、なんかこの間なんか金利の話されて銀行で本当にわかんなくて何が何やらで、なんか本当にわかんないんすよねみたいな、もうすごいちょっとアホ丸出しな感じで会話してしまったんですよ。本当にわかんない。で、そう、それ勧められたわ、なんか。ようわからん。私はね、もう、ようわからんわ。なんか、損しますよ、とか言われても、ね、全然わからん。お金は難しいですね。し、ちょっと生々しいですね。子供エピソードあったかな、私もう子供じゃないからね。あ、子供エピソードと言われましてもね、あ、妹らしさ？え、ちょっと待って、本当に子供エピソードないよ、ガチで。なんかあったかな？衣替えを手伝ってもらいました。なんか衣替えとかするじゃないですか、服の。いや、衣替えを一人でできなくて毎回手伝ってもらう。あれはちょっと子供かもしれません。なんか一人じゃやる気が出なくて毎回そう手伝ってもらう。子供、いやー、一人でできるようにならんといけんけどね。子供エピソードじゃん、衣エピソード衣エピソードでした。衣がえね、大変だよね。あの花火ありがとうございます。こたつ出した？いやね、なんかこたつ家にあるんですよ。こたつの机つけたんですよ。そしたらすっごい焦げ臭い匂いがして、こりゃ寿命来とると思ってもうやめました。めっちゃ寒い家、買い替え時すっごいなんか焦げた匂いがして、ちょっと
多分寿命なんだろうなと思って。かぼちゃありがとう。ほこり？ほこりはどこからやってくると思いますか？マジでほこりってどこからやってくるんだろうね。なんか私の家ね、本当にほこり多いの。もう本当に2日前ぐらいにこう床拭いても、また2日後とかにはもうすっごいほこりが出るんですよ。自分の部屋の床ね、もうありえんくらいほこるんよね。拭いても拭いても。服から出たんかね。誇る誇ります。なんででしょう。清浄機？空気清浄機ありません。加湿器もありません。我が家には今ストーブにもストーブもありません。何にもなくて、でもお布団めっちゃかぶって寝てるから最高。あったかい。朝出られない。ストーブ使ってない。なんかまだ暖房器具使ってないわ。必死に耐えてる。寒いよね。寝るとき靴下履きません。だって脱げるもん。朝起きたら脱げてる。朝起きたら大抵脱げてるからね。寝相悪いんかね。広島に住んでるの？そうよ。なんで脱げんの？みんな脱げるじゃろ。靴下よ。靴下ってあれよ、足だけの足を覆うさやつよ。あれ足なんか一番動くさところなんじゃけさ、もう布団の中でゴニャ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 絶対脱げるって。だね。みんな何時間寝るんよ。6時間ぐらい寝るじゃろ。6時間も靴下ねえ、脱げないよ。あ、多分着圧じゃ。着圧な靴下。8時間寝ます。いやー健康的。そうよ、人生3分の1は睡眠じゃけね。いっぱい寝んとね。よくお好み焼き食べる？え、広島住んでるから？一人じゃ食べんけど、お姉ちゃんがすっごいお好み焼き好きなんですよ。で、それでよく外食するときに鉄板屋さんに行ったりはします。広島鉄板屋さんが多い気がする。なので皆さん広島に来たときは、鉄板屋さんでお好み焼き食べてください。ウニホーレン、鉄板屋さんに行くとウニホーレンとかもあるので。
小梅とか。牡蠣とかある。うん。あります。牡蠣を食べますか？牡蠣あんまり食べません。その頻繁には食べない。でもめっちゃ好きなんで、宮島に行った時とかは食べます。そうですね。私牡蠣レベル少ないんですよ。牡蠣大人になって初めて食べて。うん。牡蠣レベルまだ3とか4とか。そう。焼き牡蠣が美味しい。生牡蠣食べたことない。生、なんかどんな味がするんだろうね。食べたことない。生牡蠣食べてないのって子供かな。大人の味がする。海の味がするよ。なんか海のミルクっしょ。私のイメージは噛んだら牛乳みたいなのがジュバシャー、プルンプルンのところからバシャー、うん、クリーミーっていう。 そんな感じ。違う？ありがとう。なんかね、なんか中村家貝類を食べずに、あんまり貝類食べずに育ってきたんですよ。でも愛媛県って真珠が有名なので、なんかアコヤ貝の貝柱とかは唯一食べたことがあったんですけど、それ以外の貝にあんまり触れずに育ってきて、だからもちろん牡蠣もずっと食べたことがなくって、ホタテもあんま食べんかったかも。家で出てこんけんさ。つぶ貝だから、最近つぶ貝を初めて食べました。めっちゃ美味しくて、もう寿司、お寿司大好きランキング第2位か3位ぐらいまで上り詰めたぐらい、つぶ貝めっちゃ好き。アコヤ貝食べれも、なんかね、貝柱美味しいよ。1位じゃない。1位、1位は、1位毎日変わる。決めな。1位は、ブリか、ウニか、カンパチか、サーモンか、トロ。じゃあ1位にしよう。全部同率1位にしよう。好きなもの決めない、決めない。ハマチ好き。でもさ、ハマチとカンパチとブリと、なんかすっごい、なんか兄弟みたいですよね。 なんか親戚、出世魚だっけ？何が何の出世魚だっけ？なんか忘れちゃったけど、みんな、似てる。多分目つぶって食べたらよくわからんかもしれん。カモにありがとう。
全部出世魚じゃけど若干違うんかもね。そう、そう、脂乗ってるやつが好き。なんか、ね、そう、ご飯マジでショールームで話す内容がマジでご飯ばっかりで本当にご飯ばっかりですみません、本当に。そうなんです、ご飯ばっかりなんです。おやつ食べるよ。私の好きなおやつはポテトチップスです。でもちょっと封印しようかな。じゃがりこしか勝たん？え、じゃがりこ食べたらね、顎強くなるよ。これ私の体験談です。じゃがりこ食べて、次の日に顎が成長痛で、ちょっと強くなって伸びたんですよ。なんで、じゃがりこ食べたら顎がちょっと伸びるっていう検証がね、成功したんで。はい。じゃがりこは顎が強くなります。本当に。本当だよ。さあ、顎ね、治ったんだけどね、なんか痛かったの、一時期。多分成長痛だったんだよね。顎がね、ちょっと成長しました。顎関節症ではある。じゃがりこ原因とは言えない。じゃがりこを食べたんよ。たまたまかな。本当はありがとうございます。え、50何分？50何分か。眉毛のあご綺麗な形見ないで、見ないで。なんか私ね、メイクしてたらね、なんで眉毛は2つあるんだろうとかね、なんで目は2つあるんだろうとかね、めっちゃ考えちゃうんですよ。なんで鼻は1個しかないのに、なんで口は1個しかないのに、なんでもこんな、眉毛ってなんで2個あるのかなみたいな、2個ある意味あんのかなみたいなのとかめっちゃ考えちゃうね。さ、眉毛ってね、描くのが難しいのよ。なんか、左右対称に。だから、余計、なんか1個だったら綺麗に描けるのになーとかめっちゃ考えて。なんか、なんで2個にしたんだろうみたいな。2個だったらさ、左右差とかすごい気になるじゃないですか。だから目だってさ、二重幅とかさ、めっちゃ気になるの。あ、なんか左右差、みたいな。そう、だから、なんで、つなげる？眉毛？一個に？いや、すごいよね。でもね、
逆に言えばなんで鼻は2つないんだろうとか、なんで口は2つないんだろうとかめっちゃ思う。なんか二つあるからって、ああ口が二つあったらさ、早く食べれる。口は。今日はこっちでスイーツを食べて、こっちでラーメンを食べよう。こっちの口は塩辛いものが好きだけどね、こっちはねわさびが苦手なんだよねとか。歯磨き大変、確かに。こうやってなつ口があったら別のこと言ってしまう。だからこっちで主なメロディーの方を歌って、こっちでハモリ歌う。そしたらもう完璧にまるで二人で歌ってるかのようないいハモリができる。ございます。お、あれができる。希望的リフレインとか追っかけもできる。好きすぎて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 好きすぎ、おー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 。これね、一人じゃ歌えない曲なんですけど、かぶせてこっちがウォーウォーウォー担当でみたいな、追っかけみたいな、もうできてしまう。ねえ、2つあったらね。ステレオ？コールもできる。二人でやったら私ハモれるようになりたいんですけどね、一生ハモりはできなさそう。ハモりできる人かっこいいよね。ナナさんとかがさ、なんかユイリーさんとかと一緒に歌うときさ、なんかじゃあ私ハモりでみたいな感じでさ、とっさにハモるときとかめっちゃ惚れるもん。私もハモれるようになりたい。タナタボありがとうございます。いつもハモってる？それ音程がちょっとずれてるんじゃない？ハモってないよ。ハモってないんだけど、そうそう、自然にハモってしまったんじゃない？あまり嬉しくないんだけど。シンクロニシティ？ハモれハモれおーおーおー。もう壇上4番と一見時間なんか早いね。私の子供エピソードもう一個あった。いつもね配信中もなんだけど、こうやってね髪の毛先を持ってねいじりながら配信しちゃうの。もういつもこれ子供エピソード、いつもいじっちゃう。大丈夫、うまちゃんさん
みやびさん、おいでます元気さん、みゆらっちさん、なっつんさん、広島港パセリさん、しんじさん、東京のスワンさん、きなぺこさん、まゆたみさん、とおるさん、りょんきゅうさん、きくちゃんさん、ありがとうございます。そう、多分めっちゃやってると思う、配信中。ありがとう、ありがとうございます。初見さんもありがとうございました。センキュー、センキュー。キラーン、楽しかったぜ。ありがとう、おやすみなさい。またね、またね、おやすみ。おやすみなさい。